皆さんこんにちは。 PNF チャンネルの松田源です。今日は骨盤体後方化勢を紹介します。パターンの運動要素は以下の通りです。腰椎の伸展側屈回旋が過不足なく生じることがポイントです。特に伸展が出過ぎないように注意してください。では実際にやってみます。次に細かく見ていきます。この場合グルーブは右の股関節から左の肩へのラインとなります。そのラインに自分の体を入れます。手動作筋は反対側の腰方形筋となります。自分の体幹を側屈して反対の肩へ押し戻すようにしてください。グリップを見てみましょう。グリップは座骨結節の下部へ手のこの部分を当てます。自分の前腕のラインがグルーブ内にあると体重を使って抵抗を加えられます。いろんな角度から見てみましょう。イラディエーション。反対側肩関節外旋や水平外転へのイラディエーションが起こります。また手をこのように置くと三角筋が働き、広背筋への相反抑制により肩関節の可動域改善につながることもあります。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、動画へのいいねをお願いします。